カルロッタ・アグラエ、カルロッタ・アグラエ・ドルレアンスは、モデナ公フランチェスコ3世、デステの日。フランス5名、シャルロット・アレイ・ドルレアン。マドモ・アゼル・ド・バロアと呼ばれた。オルレアン号・フィリップ2世と、非フランソワーズ・マリー・ド・ブルボンの4女として、パリで生まれた。妹に、スペイン・オールイス・スイ世イ・ヒルイーズ・エリザベートがいる。特別な美女というわけでなかったが、父に最も可愛がられた。 1718年頃、リッシュ流行、ルイ・フランソワ・アールマンド・ヴニュロー・デュー・プレシと恋仲になるが、当時摂政となっていた父の怒りを回答を告された。シャルロットは彼に幾度か面会に行き、父には彼に結婚を諦めさせた上で、放免してくれと頼んだ。この一件で、サルゲーニャ王との縁組は壊れてしまった。摂政は、イングランドとの同盟だけでなく、モデナとの同盟のため、 娘に巨額の持参金をつけて、モデナ公リナルド三世、デステの後継ぎフランチェスコと結婚させた。二人には旧死が生まれた。その後、モデナにいるカルロッタの元へ、商人に変装したリシュリュウコウが、カルロッタとフランチェスコを別れさせようとあらゆる手を尽くしてやってきた。このことが、ルイ15世に知れ、帰国した公家は、宮廷で礼遇され、 パリから遠く離れて生活するよう信じられた。1761年、カルロッタはリュクサンブール宮殿で死んだ。ありがとうございます。